こんにちは、ケンシです。山本です。今回なんですけども、はい、またスペシャルゲストとコラボさせていただくということなんですけども、はい、早速お呼びしましょう。いいですか、はい、僕呼んじゃっていいですか、はい、独身猫宝剣さんです。どうも、独身猫宝剣です。どうも、すいません、しょっぱなから。そのワードを知っていただいたとりあえずあの酒持ってきました。わあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ロックジン、はい、得意ビデオさんの徳井さんです。あ、徳井です。お願いします。よろしくお願いします。いやー、大きいですね、二人とも。いやいや、ちっちゃいちっちゃいっす。いやいやえ、そんな下やったっけ。そっか、知らないですよね。そんな下チャンネルでしたっけ、はい、こんな感じで。あ、マジですか。なんかイメージ、なんか綺麗な映像のキャンプのイメージばっかりやったんですけど。ポルノ虫釣りなんで。ポルノ虫釣りなんや。はい。じゃあちょうどいいですね。はい、あ、ちょうどいいですね。はい、お願いします。いや、楽しくなりそうですね。はい、まあ、今日ちょっとここ僕らドームテント作ったんで、はいはい、ここでいろいろなんかご飯作り合ったりとか、はい、飲み合って楽しくやっていきましょう。多方々と飲まないといけないんですか。いやいや、全然もう、うん、いや、なんか虫釣りさんとコラボするって言ったら、なんかいろんな人から、あ、じゃああのジョッキのハイボール飲むのって言われたんですけど。ちょっと待ってください。近づきの印にこちら。うわー、やった。うわうわ、すごい。これが何なのかまだ分かんないですよね。はっきり言って分かんないですけど。え、はい、何これ。まあ、こちらでちょっといろいろやっていきましょう。こちらでいろいろやっていく。このメリメリメリこのソリでメリメリこれね、そっちの方苦手なのよ。何回かチャレンジしてんけど、してる。すいません、無理ですって。これ女王様に1個すいません無理ですって俺言ったから。今日は、はい、壁壊していきましょう。開通で。そうですね、はい、楽しくやっていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ始めていきましょうか。いきましょうか。はい、まず乾杯からだね。乾杯しますか、はい。これちょっとせっかくの。わあ、やっと。ありがとうございます、はい、そう、さっきこれを先に渡そうと。そう順番を間違えたのに。すいません。わあ、ありがとうございます。はい、せっかくなんで、こちら僕あの動画内でお酒マンっていう愛称でやってるんですけど、はいはいはい、それのお酒マングラス。へえ、ドリンクは大なんで。いや、そんな覚悟はないけどね。すげえ。僕ら地元の、お、これも同じラベルなんですけど、ハンシャロビアさんっていうところで一緒に作ってるお酒マンビール。へえ、あ、ビール、これ。これビールです。へえ、クラフトビールですね。はいはいはい。もしかしたら、あ、吹いちゃうかもね。吹いちゃうかもしれない。トビさんいるから。いや、まあ服に越したことないからね。おー、できた。あー、吹いてる。あー、いいよいいよ。保健さんの方から。いやいや、保健さんです。二人保健じゃないの。保健です。保健でしょ。そうなんやから。結局みんな喜んでたもんね。仲間だっつって。やっぱね、方形にやっぱりね、勇気を与えないと。やっぱそうですね、全然大丈夫だよっつって、うん、そう。うわー、すごい。冒頭折りがかー、よいしょ。あ、色がこれはすごい色になってますね。すげえな。うん、へえ。じゃあ僕から行かせてもらってもいいですか。お願いします。いいですか、はい、僕らいつもキャンプと乾杯をかけてキャンパイでやってますんで、はい、それでよろしくお願いします。お願いします。徳井さん、よろしくお願いします。お願いします。キャンパイ、キャンパイ、キャンパイ。え、うっせぇ、早っ。うわ、一口でかいな。うまい。あ、ありがとうございます。めっちゃうまい。もうトロピカルジュースですね。うん、うん、6.5 パールで、ね、ちょっと飲めなかったら、今飲むんで。結構アルコール度数はあるんですね。あります、あります。 IPA だからちょっと高めになってます。 IPA、 うん、インディアンペールエールですね。うん、へえ。 IPA のスタイルっすね。へえ。雨足も早まって寒くなってきたんで、ちょっと、うん、ねえ、今日はこもっていきましょう。こもっていきましょう。で、2人とも結婚してるんですか。はい。へえ。娘が2人。へえ、ちゃんとしてんな。ただの猫包茎です。あ、うん、ただの包茎です。独身猫包茎、猫包茎、包茎。ブラザーズ3段階活用。じゃあ僕一品目作らせてもらいます。お願いします。とりあえず、あの、徳井さん、あ、先ほど徳井さんからいただいた、はい、この包丁使わせてもらいます。あ、そう、うちのうちで作ってる包丁なんで。なんていう名前になるんですか。これ、まあ、こじらせ包丁です。こじらせ包丁、はい、うわ、すげえよ。わお、すげえ。両刃ですね。はい、
こちらちょっと使います。岩越さん独房長ですね。アボカド、アボカドをとりあえず切っていきます。今日のアボカドの調子はどうかな、うん、あーいいですね、いいですね、エッチですね。アボカド使うことあんまないな。あ、ないですか。これも簡単で、めちゃくちゃ剥くのが面倒っていうイメージがね、ちょっと確かにありますね。でもうまいからな、アボカド。うまいですよね。これもうめちゃくちゃうまいんで、家でも次回のキャンプでもやってみてください。最後の工程だけ難しいんですけど、でもコツだ、コツさえ掴んじゃえば、コツさえ掴んじゃえば、難しい工程がある。そうですね。ちょっとね、勢いとかが大事です。でも2人もキャンプ歴すごいんでしょ？そう、僕で言うと33歳、13年ぐらい、20歳ぐらいの時から。そうですね。やらせてもらってますね。僕は4年ぐらいですね。じゃあ一緒ぐらいかも。うん、教えてもらって山本君に。20歳ぐらいの時にキャンプ始めるってなんか。もう家、家族がそういうキャンプ好きの家族やったみたいなことですか？いや、なんかバーベキューがめちゃくちゃ好きだったんですよね、もともと。で、ケンイチとか友達たちといつもこうバーベキューしてたんですけど、その時になんかこのまま寝れたら最高だなと思って、思った時にこれはキャンプだ、で、その時にノア買って、ノアのキャンプ用品をちょい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 買い足して始めたのがきっかけです。へえ。いきますよ。はい。ご飯ですよ。ご飯ですよ、入れる。とりあえず。あらららすごい。すごい。トルコ風呂ですね。これを、いきますよ、いきますよ。こっから難しいんで。よいしょー、しょー、よいしょー、しょー、できました。早っ。出来上がりました。完成です。簡単なんです。今のところ、今のところです。今のところです。大事なところは、まあ、確かに見事に乗ってるけど。ブラックとグリーンのコントラスト。これ美味しいんや。嘘。全然見たこともない料理これ。うん、これまあお好みで柚子胡椒も。あ、柚子胡椒添えてもらって。よし、食べていきましょう。アボカドも盛り付け段にのせです。そのままの、どうぞどうぞ食べて。いいですか。はい、いただきます。じゃあ角の海苔つくだにのせ、いただきます。うん、うまい。うまいですね。うまい。これ美味しい。うわ、これ何やろ。何やこれ。最近僕らハマってる、食べてこのアボカドと海苔が混ざった時めっちゃうまくなりますね。柚子胡椒もつけても。あ、ちょっといいですか。どうぞ、レンちゃんで。はい。これまた柚子胡椒の辛みがね。へー。うん。あ、うまいわこれ。美味しいっすよね。これすごい。めちゃくちゃええつまみですね。これは。こじらせております。こじらせてんな。こじらせてんな。僕らもいただきましょう。いただきましょう。いただきます。うわ、軽いしな、なんか。ジンってもう、久しく飲んでなくて。なんか、いわゆるこう安いジン、あのカクテルに、居酒屋でカクテルに使うような。のイメージばっかりやったから、フラッと飲んだらなんかあれジンうまいやみたいなって。うわー、出たこれね。うわー、出た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 。じゃあ徳一さん入れてもらって、ストップってケンイチが言うんで。あ、わかりました。もう。まあまあまあね。いやもう。そう。これ。いや、むっちゃ入ってるけど。普通のジントニックの6倍ぐらい入ってるよ、これ。まずねー。じゃあ徳井さんストップって言ってくださいね。やめろや、それはやめろや。それはやめろや。それはやめろや。クラフトジン今だいぶ来てますからね。だいぶ来てますね、ほんまね。欲しいもんね。いろんな味あるしな。そうっすね。奥深いんですよね、また味って。うっすー。ほぼ6やもん。おけいさん、おけいさんじゃないのよ。さんなのよ。初めて言われた、保険さんは。保険さんではないですか。保険さんって保険さんやけど、保険さんなんだけども、いや、いつか向けると思ったら向けへんねん。向けないですよね。向けないね。
チンゲ噛むんすよね。噛む。そば食いね。もうチンゲカットしてるもんだって、もう噛むのがうっといから。僕燃やしてますもん。かゆくないですか。かゆい。あれ燃やすとかゆくないですか。あ、そうなんや。そうかそうか。そう。一応丸まるから。確かにね。何の話してる。ライフハック確かに。私もほんまにサクッと。サクッと。でなんか博多の居酒屋で出てて。うん、めっちゃ美味しかったやつをなんかそれっぽく作るやつ、うん、このまな板セットはうちのまな板セットに、これはこじらせまな板、こじらせまな板のゴーアウトというあのアウトドア用のまな板ですね、はい、エシャロットと、はい、サバ缶を混ぜてあのマヨネーズとかタルタルソースとかで入るんですけど、想像つかないですよ、これうまいんですよ、つまみですね、うん、ちょっと今関西弁になっちゃって引っ張られてなんでこじらせっていう、なんか人に言うたらまあもう40も過ぎて独身でいるとこじらせてますねってしょっちゅう言われてて、みんなもこじらせない人いるか。でこのサバ缶を入れまして、はい、シャロットを揚げ切りにしたの初めて見たかもしれないね、うん、それこそこれより想像つかないです、ね、アボカドより想像つかないですね。でも食べるとね、あー確かにねみたいな、確かにこういう味ねって感じですけど、ね、うん、その居酒屋さんのやつはもっと美味しいねんけど、多分まあプロがいろいろ多分やってるんやろうけど。お、何入ったんすか。ちょっとこのフージオっていうあのフージオ、うまみ成分の強い塩。へー、フージオ、すんごい適当ですけどねいただきます。うん、うまい。このエナラットのこうシャキシャキがね、うん、うん、ザ・つまみっていう、うん、これはこれはエシャロットならではの香りだからいいんですか。うん、多分ね、玉ねぎ、玉ねぎとかじゃダメなのかな。多分あのラッキョとかでも全然、うん、あー酸味があってもいいか、うん、やばい、そんなその都度いくんやこれ。で僕ら2億回ぐらい乾杯する、うん、まあ乾杯は何回してもいいしね。じゃあストップって言ってくださいね。はい、ストップあ、でもまあ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 、ちょ俺にしては頑張ってもらって、半分近く入ってる。でもあ、氷でも少なめなんですね。そうですね、なんか氷にも限りがあるかなと思って一応。あ、全然全然、うん、どうですか。うん、うわー、あー、もうちょっといい香りしてるな。あそこは方形だけど心は向いていきましょうえ？いやもうスッと来てよ。すいません。キャンパイ、キャンパイ。ああ、キャンパイね、キャンパイね。すいません。あそこは方形だけど、はい、心は向いていきましょう。キャンパイ。キャンパイ。うん。うまい。方形同盟ですね。方形同盟、うん、子供の頃にやっぱりその方形である自分をやっぱりこう恥ずかしく思ったというかね、うんうんうん、不安に思ったというか、はい、そういう中学生高校生たちに、はい、いや大丈夫だと、うん、方形でも大丈夫だよっていうのをやっぱり伝えたいんですよね、うん、確かに、うん、僕なんて娘2人いますからね。何も問題もできるし、うん、これでもじゃないですか。大丈夫です。あ、全然大丈夫です。これかわいいんですよ。かわいい。今作ってるんですよ、これ。作ってる。これ、うん、お金かかるんですよ、これ作んの。この、これ竹。せいろに使うやつみたいな。そう。提灯、ちゃんとした京都の提灯メーカーに、うんうん、作ってもらってるから、うん、もう全部これ本、なんていうか、伝統的な本物の提灯なんですよ、全部が。和紙になってるんですか。和紙で、そうそう。そうなんですよ。で中の LED のパーツも、うん、あのオリジナルのやつを作ってもらってるんで、これでもうの夏ジンベエ来てキャンプしたら、あ、ね、最高ですね。ニューヨーク、僕らがキャンプで作ってる
くわ。ちくわを使ったまたこれも簡単料理です、ね。へー、キャンプは手軽がいいっすよね。うん、今日ちょっと徳井さん来るって言うんでちょっといい目のちくわにしたんだ。いい目のちくわで大入り。あら、おお、焼肉のタレ。ああ、焼肉のタレね、まあ、適量、うん、こんなのかな、うん、にごま油。ああ、ごま油入れたらうまいもんな。うまいっすね。ああ、はい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 。でもううまそうやな。これでうまいっすよね。これでもうね、うん、これでいいっすか。うん、卵も入れていきます、はい、え、ここに、お、卵、ネギ、刻みネギ、黄金コンビ、黄金コンビ、たっぷり、たっぷり、たっぷりめに入れて、今日はちょっと黄身だけを。はいはい、黄身だけね。黄身だけ、あれ、そんな世代。よく飲み屋行くんで。ああ、うわ、もう絶対絶対うまい感じやな。ビジュアルもいいね。ビジュがいいですね。ここに、うわー、これはこんな感じでいきましょうか。今日はこのメンツは、このメンツ揃ったらもうこれはうまいわ。言うなればちくわユッケですね。ちくわユッケ出来上がりです。感動です。乾杯。うわー、グワグワズンと混ぜちゃって、めんだよな、めんだよ。あ、ではようちゃんのやつ。うわ、うまい。わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい。すぐうまい。簡単だし美味しいし、うん、うわ、すぐうまいな。これキャンプ飯に持ってこいですね。うん、乾杯。うわ、これはすごいうまいわ。これだけあれば本当に何でも飲めるもんね。確かに、うんうん、エシャロットサバもうめちゃくちゃ美味しいね。そのお皿もあれですか、なんか、いや今度ね、いや、これから今作ってる最中で、あ宣伝みたいになっちゃった。何でも作ってんの。カットですね。カットですね。いいじゃん。アッキーみたいなお箸は買ったやつですか。お箸も今作ってる。おい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 、同じのが出てきたから。オリーブの木でね、一応オリーブのまな板作ってて、うん、そのオリーブのまな板を作るときどうしても端材が出るから、うん、その端材でなんかもったいないから作れへんかっつって、うん、SDGs だし、ね、SDGs。 じゃあこの今使われてるまな板もオリーブなんですか。これは桜です。あ、これは桜です、ね。うん、桜ってすごく柔らかくて包丁に優しいなんていう。そういうことなんですよね。板前さんがこの前教えてくれて、うんうん、オリーブ あのまな板も作ってるんですけど、うんうん、それは割と歯当たり固めやから、うん、一応桜も作ってみたいな、うん、こじらせてますね。うん、こんね、もうこんなことしだすとも楽しいですよね。結婚してる場合じゃないのよ、これ独身変態包茎猫イケメンイケメン言ってくれたけど、マジでマジで多いな、乾杯。あ、ちょっと火が出てきましたな。うん、ね、このまま夕日が見れればここすごいね。え、ここほんま絶景やもんな。そうなんですよ。ポケイさんも 2,3 回来てますもん。ポケイも 2,3 回来てます。うん、今日3回も2,3回マジで景色がほんますごいからな。ベビー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 。それはホテイさんだよ。いや、もうホテイさんに悪いから。ポケイからのホテイさんはもうホテイさんに悪いから、それは。僕ら大好きやんでね。でも必ずあのビーブル歌うんで。ビーブル、うん、そうですね。え、世代違いすぎひん。兄貴が結構上にいるんで、うん、バンドマンだしね。そうですね、うん、もうドンピシャの世代なんで。あ、じゃあ今度カラオケですね。カラオケですね。スナック行きますか。どの辺のスナックで。三島来ますか。うわ、もうね、ようちゃんもバーベも呼んで、うん、あ、行こう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 。俺らもウームから吉本行っちゃってね。いや、それは多分ウームの方がいいと思う。雨止みましたね。ポケイさんのハイエスゴードンミラー見ます。いいですか。全然今もめっちゃ汚い状態だけど、僕らの寝床はね、今日こちら、はい、ウナで、はい、本当にもうあの今すっごい荷物がいっぱいで、うん、あ、すげえ、こんな感じで人向いてる、はい、えー、これシートを逆につけたんですか。
や、これあの両方いけるタイプで、へこっちが パターンともなるし、こう前後もするしみたいな。なるほど。今はこの車中泊、はい、共犯車中泊仕様で、妻はだいたいこの辺の荷物を全部下ろして、うん、こっちに下ろして、うん、このマットレスを、うんうん、あの全部こっちに引いて寝るって感じですけど、うんうんうん、今日はちょっともうあの道具関係は主釣りさんの方に全部もうおんぶに抱っこにさせてもらってるんで、積んだままなんで折りたたんでシングルベッド仕様にして今日はここで寝ようかなと。なるほど。めちゃくちゃマット分厚いっすね。ね。そう、これ。サピス。どうぞどうぞ。これね、うち俺今自分の家でもこのマットをフローリングに敷いて寝てるんですけど。はい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 。これは作られてはない。これ作ってます。これうちのマットです。カットでしょ。カットでしょ。アッキーみたいな。ちょっと雑然としてますけど。今日はもうここにもうガサッと寝ます。うわ、はい、電気も引いて、うん、寝袋でこういう感じ。エッチですね。エッチですね。エッチですねじゃないのよ。エッチ目的で買ってないから。あ、そう。あくまでもキャンプも。あ、キャンプ。あ、なるほど。でもこれこうちゃんと敷いたら。2人からないし3人ぐらい。ああ、もう全然 3人、うん、大人3人全然余裕でいける。今日ここで寝よっか、うん、そうしよう。いや、もうおっさん3人はええわ。ステアリングもかっこいい。ステアリングはちょっとこれはもうナルディよ、やっぱり。うわ、憧れのナルディよ。ちょっと一応エッチです。エッチじゃん。ナルディエッチ。ナルディってエッチなの。エチーさんですか。エチーさんですよ。じゃ あのラムの燻製いきます。ラム、ラム肉の燻製焼きを。うわ、ラム燻製。もう生ラムす。生ラムで、濃いめのレモンサワーなんで、ストップって言ってくださいね。OK、 よっしゃ。めちゃ入ってるんだ。入ってるね。めちゃ入ってるね。いや、半分入ってるね。濃いめが美味しいんだ。1対1やん、これ、炭酸と。よいしょ。いや、少ないね。少ないね。少ないね、少ないね。今日一大きい声出ました、うん、なんかお笑いに詳しいね。職業なんですか。本業なんだよね。20年以上やってんだよね。いけばいい。いい。ラム肉の燻製焼きが、これしばらくすると煙が出てきますんで。っていうか、あのこのさっきのアボカドのやつと、うん、俺とか作ったやつを混ぜるとすごくいい。アボカドまだありますよ、こっち。あ、いいですね。はい。え、まだサバあります？サバだけなの。あ、そこにちょっと行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。あ、いいっすね。やってみましょう。作ります、作ります。ドブイ。今どのスイッチなの今。あ、すげえ煙出てきた。もう始まった。あ、香りがめちゃくちゃすごいね。うん、なんか初めて見たチップ使ってたもんね。何でしたっけこれ。ウイスキーオークですね。ウイスキーオーク、それこそウイスキーダルの。うん、ちょっと臭いんで外でやってもらっていいですか。やめてよ、そんなこと。これあの徳井さんと僕たちの初めての共作。共作、包茎のまかないでございます。ありがとうございます。うわー、朝露を添えて。朝露を添えて。いっちゃってください。塩分どうだろう。めちゃくちゃうまいねんけど。めちゃくちゃうまい、これ。めちゃくちゃうまい。とろみがまた、うん、うん、これめちゃくちゃ、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。うまい。包茎のまかないうまい。これだ、うん、サバ缶、アボカド、タルタルソース、タルタルソース、つくだに、つくだに、エシャレット、エシャレット。このアボカドが入ったこの滑らかさによって、このエシャロットのシャキシャキが生きてきて、これうまいな。うん、うわ、このラムのどこなんですか。え、ラムのどこ、ラムってどこってあったっけ。うわ、風流ですね、この提灯と一緒に。うまそう。すごい香りが。じゃ
ず適当にいっちゃってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラム肉の燻製焼き。燻製焼き。オクダル。オクダル。めちゃくちゃ香りついてますね。ついてますか。うまっ。変わる。うわ。ちょっと。2回ぐらいついてるね、うん、こんなにつくもんなんだ。行き過ぎたね、多分。かばいい、ちょっと火力多分強すぎたの。あ、火力がこれ、方形のまかない、方形のまかないソース乗っててもいいですか、うん、あ、どうぞ添えて添えて。これだいぶ煙が強いね、これ。これウイスキーだったらまた違うんだよ、うん、ウイスキー飲みたい。なんと今日は持ってきておりません。ないんかい。とんでもないことになっておりますね。綺麗な、いいですね。ではではでは、キャパーイ、キャパーイ、キャパーイ。わあ、綺麗。一番いい時間かもしれないですね。うわあ、素敵。勝ちですね、これは。これ勝ちですよ。飲むか。これ勝ちですよ。飲むか。今酔い度どんぐらいですか。7割ぐらい来ます。ああ、まだ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 、いや、もうなかなかよ。アルコールストーブで今日は行かせてもらいます。アルストで鍋行くんや。見てみたいと思います、今日は。いろんな野菜、ネギ、カブ、豆腐、タラ、ホタテ、えのき、えのきと。普段いつもスープから作るんですけど、ちょっと間違えて野菜入れちゃったんで、今日はキャンプということで、うん、今からスープ作る。いいじゃん、全然いいじゃん。ニンニク、ニンニク、お前の刻みニンニク入れさせてもらいます。ストップって言ってください。はい、怖くなっちゃった。こんなもんアッキーやったら一瓶いってるけど。で、今日簡単にめんつゆで、あ、めんつゆで味付けを。めんつゆも、また和風になって美味しいんですよね。めんつゆにフォアジャオいくんや。食べやすくなりますね。にちょっと鶏ガラのスープ、鶏ガラスープね、ベースを作って、はい、フォアジャオラージャン、これ業務スーパーに売ってるんですけど、はいはい、これがまたうめんだよ、ね、これが美味しいんですよ。めんつゆ鶏ガラフォアジャオかな。はい、これをどうぞ。おお、いいですね、いいですね。火鍋っぽいね。火鍋っぽくなるんです、急に。本当になるんだよね。なるんですよ、うん、ここにちょっとお水も入れて、うん、煮立たせていきましょうか、うん、これでちょっと煮ていきたいと思います、はいはい。野菜からも水分出ますし、ね、そうそう、うん、いいですね。いい、蓋しちゃってしばしお待ちを。いいっすか、まあ、最後に豚肉を。最後に豚肉入れます。はいはいはい、オープン。あー、じゃあ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 、いいよいいよ、すごくないですかね。まあそうよ、こんな調味料だけでね、鍋がちょっと混ぜて、ここに豚肉を入れさせてもらいます。はい、ドバッと入れますよ。はい、行ってください。男料理。いや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 、うまそう。これでも豚肉に火が通れば完成でございます。ほんま、火鍋の香りちゃんとしてるな、うん、で、ここになんかいくつものものが入った感じの。そうなんですよ。ここにウーシャンフェン。ウーシャンフェン、これが八角の香りだいぶ強くさせて、はいはい、ウーシャンフェン、中国台湾系の香りが。そうです。わお、えい、香ります、香ります、香ってくる、香ってくる。よし、取っていきましょう。ウーシャンフェン、香り、ほんまに本格的な香りしてるね、うん、そうなんですよ。ちょっともう、さっき汁いっていい？いい、ちゃってください。あ、めちゃくちゃうまいやん、これ。うまっ、おいしい、うまいでしょ。うまい。これ、え、これ何の、え、何の味や。めんつゆと鶏ガラ、
めんつゆ鶏ガラで、あのフォアジャオラージャン、フォアジャオラージャン、はい、めんつゆ鶏ガラがベースのはずやもんな。そうなんですよ、食べやすいっすね、そのめちゃくちゃうまいね、本場のやつに比べて旨味強いって、うんうん、多分めんつゆの旨味やなこれな。そうです、めちゃくちゃうまい。いただきます。いただきます。お酒あります？大丈夫ですか？お酒ありますよ。うまっうん、うん、八角いいね、うん、うまっ。ウーシャンメン最後のやつ効いてますよね。うまい、うん、うまいわ、うめえ、これうまいわ、たまいい。あ、これマジでうまいわ。あれいくか、あれ行くか。日本酒行きますか。日本酒行く？なんだろうこれ。明鏡止水。明鏡止水。明鏡止水。今日も辛口の鬼辛を持ってきたんで。うん。まあこういうご飯にも合うと思うんで。パンチの効いたやつはパンチが効いたやつで。うん、はい。行きましょう。行きましょう。ここで。これか、来ましたー。これいつ来んのかな。メリメリメリなかったっすね。これか、おちょこ的な感じ。はい、そういうことなんですよ。ただこいつの特徴としては飲み干すまで置けない。あ、確かに。伊豆まで足を運んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。うわ、結構入るね。あります。 50cc。 美味しい火鍋で美味しいご飯、ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ楽しんでいきましょう。やばい、やばい。あ、辛口やね。辛口ですね。鬼辛。うん。いやー、すげえ。パンチ効いてるお酒にパンチ効いてる料理、うん、食べていきましょう。なかなかこんなに辛口なの久々に飲んだな。これはいい。これは明らかな辛口やな。うん。火鍋どうすか？めちゃくちゃ、ほんまにうまい。うん、嬉しい。こんなに簡単に本格的な、うんうん、別に店で出ててもなんか全然おかしくないというか、うん、あります。簡易的に作ったと思われへん。うん。入ってます。入ってる。怖い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 。よいしょ。うぃ、はい、入って入って入って、いいいい、そうでしょ。明鏡止水、意味わかんないですけど明鏡止水ですね。はい、はいはい、いいんすか、はいはい、うわー、いい。僕もあの言ってくださいよ。幼稚園じゃん、中学校の時からもうオンエアバトルから見てます。あー、ありがとうございます。おー、本当にそんな徳井さんからウィスいただけるの。キャンパイ、アダスカビー。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。カレー。うん、全部が辛い。全部が辛い。全部が辛い。全辛。うん。あの徳井さん、いろんな芸歴だったりとか、いろんな仕事をされてきてると思うんですけど、はいはい、今すごい真面目な。はい。いろんなことをやってきた中で、はいはい、その今 YouTube をされてるじゃないですか。はい。そのどういう変化だったりとか、今 YouTube やってよかったなみたいなこととかっていうのは、なんか結構前から YouTube やりたいなみたいな思ってて、うんうんうん、なんか昔からあの芸人ってこう単独ライブっていうライブやるんですけど、うんうんうん、そのまあネタとネタの間をつなぐこのブリッジ VTR っていうものがあって、ブリッジ VTR、 まあネタ終わって、1個のネタ終わって、例えばコントで終わって着替える間とかに間を繋がないといけないんで、うんうんうん、その間になんか結構 VTR なくしたりするんですけど、うん、それの VTR を、まあ、大体みんなこう誰かスタッフとかに頼んだりとかするんですけど、俺全部撮影も編集も全部自分でやってて、若手の頃から、うん、で割と動画作るの好きやったんで、うん、YouTube やりたいなって思ってたんですけど、まあ、なかなか時間なさすぎてできず、うんうん、でまあとあることから、うん、あの時間が たっぷりできだして、はい、あ、
今やったら YouTube できるなと思って、まあ、やりだしたみたいなのもあるんですけど、うんうん、まあ、YouTube はすごい楽しいですね、やっぱね、うん、こうなんかコンビでやる劇場とかテレビとかとはまた違 う, こうやり方で、うんうん、なんかもう自分の思い通りできるっていうのもあるし、うんうん、なんかテレビとかはテレビとかでいろんな多くの人が携わっててみんなでチームで作るっていう楽しさはあるんですけど、うんうん、まあ、こっちはこっちでなんか好きにできるじゃないですか、うんうん、だからそれはすごい今楽しいなっていうのもありますね。それからもキャンプ、はい、お酒頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。楽しんでいきましょう。はい、じゃばい、ありがとうございます。オーケーさん、オーケーさん、ありがとうございます。バイタク全員かけ聞きされて最後の声も聞こえんなビブルね。いや、ビブル飲み行きますか、もう行きますか、もう三島行きますか、もうあのまだ5時ちょっとぐらいで、ね、うわ、いける、うん、え、嘘やろ、まだ5時台よマジでこれめちゃくちゃ暗くなってね、すいません、10時半ぐらいみたいな、代行、代行ねぐらさんまでお願いします。すっげえ電話っぽいなこの R がすごい出るということなんでね、まだ夜深まっていないんですけども、うん、今夜は楽しんでいこうと思いますので、はい、まだまだこれからですよ、まだまだこれから、うん、行きましょう。はい、また今回得意ビデオさんコラボありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、ビデオさんの方も概要欄にぜひ記載させていただきますのでチェックしていただければ、見てみてください。はい、もうそういうことで楽しんでいきましょう。はい、そうだね、うん、うん、いや、そうよ、本当にもうさっきもオフからずっと楽しいもんね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう見せられないもんね。見せられないよ、もう方形でね、うん、すごい方形でしたね。すごかったよ、もう結んじゃったもんねすっごい余ってる餅巾着みたいな、500円玉が収納できる7枚、おもいー、ありがとうございました。また。